が分かりやすいっていう意見もあるみたいなんですけど、お化粧した上でもそこまで変わらないんですよね、診断結果。お化粧の方が浮くとかも結構あったりするんで、まあそこも踏まえながら見ていきたいなと、はい、思ってます。今日はじゃあちょっとメイクをしたまま見ていただきたいと思います、うん、お願いします。お願いします。すごい楽しみ。なんかこう色が面白いと思いますか。はい、なんかよく見ますインスタとかで。夢でしたやるの。本当ですか。はい、最初にイエメとブルメどっちの傾向が強いかなっていうのを見ていきたいと思ってます、はい、でイエメの色って、まあ、ゴールドに限らず血色感やっぱり乗せてくれて、うん、生き生き綺麗多幸感っていう感じで、うん、いい感じに黄みと赤みが出るならイエメの可能性高いですし、はい、やっぱなんかちょっと気ぐすみとかになっちゃうならちょっと苦手な可能性が高いです、はい、でブルメの色もどっちかって言ったら血色を抑えてくれて、うんうん、透明感すっきり綺麗ってなるかちょっと青白くなるかなってなるかっていうので見ていきたいなと思ってるんですけれども、はい、多分ね分かりやすく出る気がしてます。ちなみに私はイエベだと思っています、はい、多分ね今からすぐ出ます。じゃあこれシルバーとゴールドってなったらやっぱりおっしゃる通りイエベの方が血色出て綺麗です。確かにまさに多幸感って感じの生き生き綺麗な感じで、むしろそうなんです、お化粧してても結構青白さ出ません？出ます。そうなんですよ。似合ってない。でもまあ使い方次第で全然ブルベの色もいける色あるので。本当ですか。その辺またお伝えしていきますね、はい、じゃあちょっとあのよくある春夏秋冬はい見ていきたいなと思っていまして、なんか好きな色とかあります？もしあれば。好きな色、ピンク系好きです。了解です。じゃあちょっとピンクでまず見てみましょう。はい、じゃあまずこれブルベ夏、はい、ブルベ冬、うん、でイエベ春、うん、でイエベ秋って見ていくと、はい、やっぱりイエベ春とっても綺麗だったなと。うんうんうん、好きですこのピンク。え、もうお似合いなんでぜひです。嬉しい。でもあんまりこういうドピンクみたいな服を着ることないんで、意外とこういう色もいけるんだ。あ、全然いけます。で、あとはやっぱりどっちかというとコスメだと思います。あのリップとかチークとか、うんうん、この色大好きです。え、もうお似合いなんでぜひです、はい、あとマスクとかもいいかもですね、今の。あ、確かに血色マスクみたいな色、こういう色とかを選んで。あ、さすがです。めちゃくちゃお似合いなんで、はい。で比べるとイエベ秋ってやっぱりちょっと影が入りすぎちゃって顔が暗くなっちゃう。確かに。で明るい春の色の方がめっちゃお似合いです。イエベ春、この2枚の差が一番分かりやすかったと思います。ブルベ冬、これめっちゃ似合わないですよね。でもやっぱちょっと強いかなって思うんですけど、うん、まあ、例えばあのお洋服とかだったら、うん、今日の服がこの色になったらまだ全然いけると思います、っていうのが形とテイストが合ってるんで、多少色外してもそっちで似合わせたりもできるので、なんか特に服ってあんまり色だけにこだわりすぎなくって、もデザインで合わせようとか、うん、スタイルアップめちゃくちゃ似合いますっていう、うん、そっちで似合わせるもできるんで。確かに。なんかファンの方も「いわちゃん多分イエベ春だよね」って言ってる方が多かったんで、うん、当たってますね。さすがです、ファンの方も。はい、よく見てる。ブルベから撮ろうって思ったら、私こっちのブルベ夏の方が結構おすすめで、これはこれで。そうなんです、明るく綺麗、パステルピンクみたいな。別にブルベ夏もそんなに気にしすぎず、明るい色得意だなっていうので思っていただければ。はい、でもやっぱり血色のせる方がより綺麗ですね。青も分かりやすいですよ。青やりたい。青似合うっていうイメージもあんまりなくて、うん、どんな青が似合うんだろう。それこそ顔立ちのイメージもあるかもですね。確かに。なんか青ってやっぱかっこいい色なんで、さっきのそのフェミニンっていうイメージがあんまりなくって、うん、そっちで苦手もあるかもしれないですけど、うんうんうん、でも似合う青あるんで、はい、これがブルベ夏です。あー、絶対に。ブルベ冬、うんうんうん、やっぱりイエベ春の青とっても綺麗 で、うん、で比べるとイエベ秋やっぱりちょっと暗くなる、うん、マスカッツのさ衣装この色じゃない。これですか。はい、あ、さすがですね。そんな感じのカラーです。でもやっぱり明るい色っていうのがとってもおすすめで、イエベで暗い色と明るい色比べると、うん、暗い明るいってなったらやっぱり明るい色の方が透明感ツヤ感出ます。いや、本当に合いますね、イエベ春。え、本当ですか。はい、嬉しいです。明るいターコイズ取ってあげると青系も合いやすいです。わかりました。あとは結構意外と出るのがベーシックカラー、うんうん、例えばブルベ夏だとグレーおすすめです、うんうんうん、でブルベ冬はやっぱ黒おすすめで、うんうん、春の人ベージュがおすすめ。ベージュ大好き、うん、ベージュめっちゃお似合いです。でイエベ秋の人、うん、ブラウン、暗めのブラウンもおすすめです。へえ。やっぱり見てるとベージュの
顔色が明るくなる感じ、とっても似合う。ベージュ大好きです、本当に。でもベージュ似合うのって私はむしろめちゃくちゃイエベさんの特権だと思ってて。あ、そうなんですね。誰でも似合うカラーって勝手に私は思ってたんですけど、違うんですね。ベージュって肌色に近いんで、うん、苦手な人って本当に裸感って安いんですよ。ちょっと借りてもいいですか、はい、私結構どっちかって言ったら裸感って安いタイプで、なんか、あー、わかります？確かに黒の方が全然いいです。あ、そうなんですよ。でやっぱこれがやっぱちょっと苦手な人だとこうなるし、でも得意な人だとこうとっても綺麗なベージュになるし、なんで、私は本当にベージュ、こんなクリアなベージュが似合うのはイエベ春の方ならではだなって。嬉しい、大好きなカラー。で逆にその黒が苦手っていうのもまさにある意味出ていて、やっぱ今見てるとブルベ冬の強くって色も強くて青みも効いてるっていう色が一番苦手よりかなって思っていて、まあ、黒ってブルベ冬の人めちゃくちゃ得意なんですけど、やっぱちょっと暗くて影が入っちゃうかなっていうのも、いやすごい、なんか勝手な本当にイメージで黒があんまり似合わないっていう黒を苦手意識があったんですけど、本当に苦手カラーだったんだなっていう。でもそんな時こそ例えば今日みたいにレースで取り入れるとか、一部だけ取り入れるとか、そんな感じでやっぱ甘さとか足してあげると全然取り入れやすくなると思います。あとは、まあ、またグレーなんかも割と綺麗だなと思ってます。確かにこの色あんまり選ばないけど意外といいですね。明るい色っていうのを軸にしてあげると、うん、とってもおすすめです。もしよかったら、あの春の中でどんな色が得意かっていうの知りたいです。じゃあちょっとピンクから、はい、今日みたいにワンピースを無地で1枚で着ようっていうのでちょうどいいっていうので見ていくと、この辺も綺麗だし、あ、これとかもめちゃくちゃお似合いです。でこの辺になるとちょっとやっぱり強い色に、赤はあんま似合わないですか。こういうクリアな赤、であとリップとかで塗るならマットよりツヤっぽいのを選んであげると、あ、すごい、まさにそうです。まずイエベ春の方ってツヤとかラメとか、はい、とっても得意なんで。え、マットはあんま苦手ですか。マットこそ色合わせてあげるといいと思いますよ。それこそちょっと先これめくっちゃって、これちょっと気味強いなと思ってますが、例えばさっきのこれとかみたいな色だと色合ってるんでマットでも全然いけると思う。ああ、まさにです。本当に赤のマットはちょっと苦手なんですよ。そうね、それだと色がもともと強いプラス質感もちょっと苦手で、ちょっと苦手が出てくるかもなという感じ。オレンジも絶対可愛いです。でこの辺もまたいいんですけど、1枚って言われたらやっぱこの辺とかこの辺とか、これとかとってもお似合いです。へえ、オレンジ新たな。この辺もだとちょっと強いかなという感じなので、でもこれやっぱり綺麗でした。かわいい。ここぐらいまでって本当リップチークあたりにめちゃくちゃおすすめです。確かにこの色のチークかわいいですね。え、絶対似合います。え、黄色私苦手なんですよ。あ、もしかしたらまた色としては全然いけるんですけど、イメージに対して元気すぎるはあるかもしれないです。やっぱ黄色ってポップカジュアル元気っていうイメージなんで、はい、でも例えばあのこれぐらいの黄色全然いいと思いますよ。ああ、そうなんだ。めっちゃお似合いです。でも多分ザ黄色なここまでいくとちょっと目立ちすぎるかも。で次が緑で、緑でやっぱ緑も、まあ、これとかも綺麗ですし、可愛いパステル。そうです、やっぱちょっと明るめ、こんだけ緑も素敵、やっぱビビットまでいくと強いかなという感じで、これなんかもいいですよ、はい、とっても綺麗です。本当だ、可愛いですね。これそうです。やっぱりこの色とかもちょっと1枚で着るには派手かなと思うんですけど、今年多分この色ってめちゃくちゃボトムで流行ってると思うんで。流行ってますよね、緑。なんかまさにボトムで取り入れるのとかめちゃくちゃおすすめです、ザラとかでもこの色がめっちゃ売ってます。わかります、ね、そうなんですよ。本当に今すっごい多いですよね。流行ってますよね。ちなみにおっしゃってた青も、まあ、こういうパステルもいいし、これぐらいもとってもおすすめです。可愛い。え、とってもお似合いです。ちょっと黄み強いとか、まあ、やっぱ若干色味が強いかなというのが続いてくるので、やっぱ一押しはこれですね。かわいい。いやでも私はまさにって感じの色が集まってます。あと、まあ、紫もやっぱり得意な色っていうのはあって、紫やっぱこんなパステル系おすすめです、パステルパープル大好きです。え、めっちゃお似合いです。嬉しい。やっぱちょっと別荘かって言われたら若干強いかなと。ちょっと強め。そうなんです。なのでこっちを残します。はい、服を買うこの勇気が出ますね。あの大得意のベージュゾーンです。ベージュもどんなベージュが似合うか気になる。あ、でもこれも綺麗ですし、あの次のアイボリー、アイボリー、え、お似合いです。かわいい、ま、今日のレースまさにですよ。アイボリーです。なので、まあ、ベージュ系本当にすごくお似合いで、これも綺麗ですし、これなんかもいいと思います。ちょっとピンクがかってる。そうですね。あとちょっとオレンジっぽいのでも可愛いですし、
あ、ここまで気に強いとこれダメですね、苦手。そうです、ちょっと気味気になるかな、うん、でこれなんかもちょっと赤み気になるので、うん、でも本当にベージュはあのめっちゃお似合いなんで結構残します。へえ、いろんなベージュが似合う、よかった。すごい明るい色が今集まってきました。そうなんですよって感じですね。でも本当好きなカラーがこれも持ってます。あ、さすがですね、ディオールの。本当に自分の好きなカラーがなんか真逆とかじゃなくてよかったです。これがルナソルアイカラーレーション11番です。これかわいい。え、これめっちゃかわいい。これファンの方からいただいたかもしれないです。あ、さすがですね。14番これが年明けとかに出た色だったと。14番いただきました、ありがとうございます。あ、これも持ってるかも。オーロラアイズの02番。はい、これはイムタン、私のメイクさんがめちゃくちゃ使ってる。エレガンスの05番ですね。アルモニーアイズ、これも可愛い。たくさんピックアップしていただきました。ちょっとお借りしていきます。ぜひぜひ。どれだろう。いや、どれもめっちゃ似合うと思います。どれがおすすめですか、アイシャドウで言うと。私やっぱりこのディオールとか、はい、あとこれもやっぱ可愛いです。これ可愛い。次見つけたら早めに買った方がいいと思います。結構全国的に完売色ですか。そうなんですよ、結構消えてるらしくって。そうなんだ。これとこれをじゃあちょっとお借りします。ぜひぜひ。チークもこれめちゃくちゃ可愛いですよ。これ持ってない。アディクションの003番ですね。これ本当にツヤツヤキラキラのコーラル系で、キラキラ似合うんだ。もうめちゃくちゃ似合うんで。ラメ感ってそんななんか気にしたことなかったです。似合うとか似合わないとかを気にしたことなくて。なんかどっちもそうなんですけど、マットが苦手な人ってやっぱりマットだと重たいなっていうのが気になることもあるし。え、可愛いですこれ。そうなんですよ、すいません。マットはあんまり本当に苦手です、全体的に。アイメイクもマットすぎるのは苦手で、唇もマットは苦手です。これめっちゃ可愛いです。これ買います。ぜひ、絶対可愛い。お肌がなんか発光してるように見えます。アディクションザブラッシュニューアンサー003番。これめっちゃ可愛い。ちょっと今日メモって全部購入します。ディオールのこれを塗っていきます。こうやって知れるとコスメをこう買う時も選びやすいですね、すごい。例えばちょっと苦手かなって思っても、なんかマットで重たいなって思ったらラメを足すと似合いやすくなったりとか。あー、ちょっとリップもお借りします。あ、どうぞ。使ってみます。これぜひぜひ、めっちゃ可愛いです。あ、それぐらいだったら使いやすいと思います。確かに可愛いですね、これ。顔色が明るく見えます。ということで、まとめると、私は骨格はウェーブのロマンティック、顔タイプがフェミニー、パーソナルカラーが一番得意なのイエベ春で、次に得意なのがブルベ夏、16タイプだとブライトスプリング、ブライトサマーの方です。ありがとうございます。もうこんなに詳しくいろいろ教えてくださって。でもないです。でも本当にもともとお似合いのものを選ばれてると思うので、もうさすがですとしか、もう私はやりながら感想が出なかったです。本当に。でもお洋服は結構自分の似合うもの分かってたんですけど、コスメは意外となんか、あ、こういうのもいけるんだっていうのがたくさんあって、すごい楽しかったです。ぜひこの後買いに、めっちゃ多分ポチポチたくさん買っちゃうと思います。ぜひです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、パーソナルカラー診断していただきたいとか、そういう方たくさんいると思うんですけども、第3日曜日毎月に翌月分の応募を開始しているので、まあ、よろしければぜひご覧いただければと思います。ありがとうございました。自己プロデュース力最強っていう感想だったので、ありがとうございます。じゃあちょっと自信を持ってこれからもなんかプロデュースするときは、自分のこう似合うカラーとか皆さんに似合うカラーをこう選んでいきたいと思います。楽しみです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。